もう何回ループしたんだろう。でも自分はいいんですよ。好きでやってるから。でもこのループに付き合わされてる説はどうなんだろうなって。主人公と説は絶対同じ回数ループしてるはずだから、あまりに申し訳ないなと思いまして、こうなったら説をループに巻き込まない方法を見つけ出したいと思います。なぜ説がループに巻き込まれてしまったのか、一度おさらいした上で助け出す方法を考えていきましょう。というわけで、だいぶ前のループに戻ってきました。このループ1回しかすることができないんですけど、普段と違う反応の説と出会うことができます。どうやらこちらのことをまるで覚えていないような状況になっています。やっぱり様子がおかしいので、説に直接話しかけに行くと、自分のこと本当に覚えていないのか、以前のループのことも覚えていないのかと聞いてみると、あくまで自分のことについては被災者であるということしか知られておらず、ループについても知らないと返されてしまいます。
で、ラッキョウが言ってる通りで、まあ、説をループに巻き込まない、ループから出してあげるためには、ここでどうにかしないといけないんですよ。で、もう一つ重要な情報が翌日の夜にありまして、ジナとステラが夜話し込んでいるんですけど、アラコシア星系を通るという話をジナとステラがしている。以前こんな会話を聞いたことがある気がするっていう通りで、あのデブリと衝突してしまって、宇宙船が破損してジナが修理してくれたイベントですね。あのイベントが起こったのも同じ場所でした。やっぱりあの同じ場所通ってるからかわからないですけど、同じように宇宙船がシールドが破損してしまったという警告が流れ出します。この隕石のイベントが発生してしまったことによって、銀の鍵を使わなければ節の死が確定してしまう、銀の鍵を使えば節がループに巻き込まれてしまうという状況になってしまいました。なので、節を助けるためにはこのイベントを発生させない必要があります。というのが節にとっての全ての始まりのループでした。以前であれば何もできなかったんですが、今の自分にはロード機能という武器があるので、これを駆使して節を救いたいと思います。作戦を考えるにあたって、このループでのポイントをまとめてみました。まず発生条件なんですけど、節と主人公が共に乗員サイド、かつ、バグがいないということが条件のようです。次に、ループ内の流れとしては、0日目に記憶のない節と出会う、1日目にラキオから銀の鍵の話を聞く、2日目にアラコシア星系を通るという情報を入手し、その後進んでいた船のシールドが破損、避難を誘導していた節にデブリがぶつかる、最後に傷を負った節を救うためにやむを得ず銀の鍵を使うという流れになります。まず1つ目の作戦を立てるにあたって着目したのが、この節がデブリにより負傷という箇所です。まあ、要は節が動いていたのでぶつかってしまったっていうところがあるので、それを防ぐために節を一度コールドスリープさせるという方法を取ろうと思います。まあ、コールドスリープという名の通りで、騒動が終われば
復活することもできるので、まあ、ちょっと一時期申し訳ないですけど眠っていただこうかなということで、説をコールドスリープさせるという作戦でいきたいと思います。というわけでロード機能を使って1日目に戻ってまいりました。説をコールドスリープさせるための、まあ、一番簡単な方法として、まあ、1日中疑い尽くしてしまおうと思います。これである程度は票が集まるかなと思うんですが、残念ながら1票だけですね。ロード機能を使ってもう一回試してみましょう。結局2回目も1票だけで、なんか見えない力が働いてる感じがしますね。と今回は2票入りましたね。ちょっとだけ希望がありそうですけど、どうだろう、なんとも言えないですね。ただここで気づいたんですけど、カリスマがかなり低いデータなので、ちょっと一度カリスマの値を、まあ、マックスまで上げてから再度挑戦しようと思います。ということでカリスマをマックスにして帰ってきました。今度こそは。ということでカリスママックスになりましたので、先ほどまでと同様に説を一日中疑っていきたいと思います。まあかなりちょっと申し訳ないですが、一日中疑ったことでもう全員が説を疑っているような状況になっていきましたが、やっぱり票は2票ですね。2票までしか集まってないとなります。ということで複数回ちょっと試してみたんですけど、やっぱり説にも票が集まらずに、まあ普通とは挙動が違うなという感覚ですね。なのでちょっとこの方法では難しいんじゃないかということで作戦変更です。押してダメなら引いてみろということで、今度は自分がコールドスリープされる方向に動いてみたいと思います。どれだけ未来が変わるかわかりませんが試してみましょう。でどうやって釣られようかっていう話なんですけど、絶対に敵だだったり絶対に人間だ、このコマンドを外すと周りからめちゃくちゃ票が集まってくるので、まあ今回はこれを使っていこうかなと思います。これでゼロ票はちょっと何らかの力が働いてますね。もう一回だけ同じことをやってみます。まあ一票は入りましたけど、到底ちょっと釣られる感じはしないですね。この機能を使ってもう一回ちょっと同じ状況で投票してみましたが、これでもダメですね。やっぱりこのループではちょっとコールドスリープを頼るのは難しそうですね。ちょっと見えない力が働いてるみたいです。なので別の作戦を取っていこうと思います。で次の作戦は、アラコシア政権に着く前にループを終わらせてしまう、つまり1日でグノーシアを殲滅してしまおうという作戦になります。この画面のようなグノーシアを1人とした初期設定で、イベントが発生するのを待ちます。イベントが発生したのがこのループになります。事前調査により、ククルシカがグノーシアであることが判明しています。ということで、このループにて、初日でククルシカを凍結させることに成功しました。これで、初日でゲームが終わるはずです。ラキオから話も聞けてないし、銀の鍵のありかも知らないので、おそらく変わるんじゃないかなと思っています。なるほど、とりあえず船体に異常が発生してシールドが破損ということで、イベント自体は起こっちゃってるみたいですね。とはいえ、まあ銀の鍵はないはずだし、まあなくはないですけど、ラキオがくれるはずないですしね。
やっぱり未来は変えられない。でもどうするんだろう、これどうやって助かるんだろう。いや、ほんとラッキーと話しといてよかったわ。銀の鍵もらえるから助かったわ。なんでラッキーもこっちのこと知ってるのかちょっとよくわかんないですけど、まあそうですね、助かったからいいですけど、結論としてはなんか大いなる力によってこのループから逃れられないようになってるんだなっていう感じですね。ということで、1日でグノーシアを殲滅することでセットを救うという作戦も結局失敗に終わってしまいました。最後の作戦として水そうめんイベントを起こすことで無理やりセットを救うことができるかどうかっていうところを試していこうと思います。ということで、自分がエンジニアにもかかわらず潜伏することで、とりあえず水そうめんイベントを起こせる土台が出来上がりました。残念ながら設定上バグがいないので簡単には起こせないかもしれないですけど、まあ、ちょっとドクターとの結果で矛盾を起こしてくれれば水そうめんイベントが発動するかなと思います。理由はちょっとわかんないですけど発動しましたね。これで救われる説は救われるはず。救われるのか。なかったことにはなりましたけど、また起こりそうですねこれ。というところで、今回の検証のまとめなんですが、作戦 1-2 の説をコールドスリープさせるについてはなぜか票が全く入らず、作戦3の自身をコールドスリープさせようとしたところも同じように全然票が入りませんでした。で、作戦4の初日で無理やり試合を終わらせたんですが、存在しない記憶によって無理やり、イベントが継続してしまったと。そして、先ほどの水そうめんイベント、作戦後の水そうめんイベントを行ったところ、ループ自体は終わったんですけど、その後ちょっとゲームを続けてみたところ、また、説が記憶のないイベントが発生してしまったので、まあ、ただただそのループ自体が完全になかったことになってしまったといったところです。説をループに巻き込まないというのは残念ながら失敗してしまったので、これからも説には付き合ってもらおうと思います。どうもご視聴ありがとうございました。